スマホ版、ポケモンユナイト9月22日、水曜日16時に配信開始。新機能、ユナイトサークルが追加スマホ版、ポケモンユナイトがいよいよ明日開始に、9月21日、ポケモンはスマホ版、ポケモンユナイトを9月22日、水曜日16時に配信開始すると発表した。対応プラットフォームは、iOS と ANDROID。アプリは、 APPSDY よび GGLE BLAY ストアで配信される料金体系は基本プレイ無料一部アイテム課金制ポケモンユナイト派シリーズ初のメガオービエー形式チーム対戦ゲーム対戦形式は 5V5 で捕まえた野生のポケモンを相手ゴールに入れることで得点を重ねることができる野生のポケモンや相手のポケモンとバトルしたり 自分のポケモンを進化させたりと、ポケモンらしい要素も多数含まれており、戦いには、ユナイト技と呼ばれる特別な技も、本作は、当初より NINTND スイッチ及び IOS、ANDROID スマートフォンで提供予定だった。今年7月に NINTND スイッチ版が先行配信されており、スマートフォン版はこれに続く形でのリリースとなる。 スマートフォン版は事前登録受付が開始されており、同時に事前登録キャンペーンが展開されていた。ポケモンによると登録数は500万人を突破。これを受けて、ゲーム内アイテム購入時に使える、エオスチケット、ビカチウのユナイトライセンス、ビカチウのホロワェア、お祭りスタイルがプレイヤー全員にプレゼントされる。さらに9月22日、 水曜日から、ゼラオラのユナイトライセンスが入手できる特別ミッションが開始される。各ミッションをクリアすることで、ゼラオラのユナイトライセンス他いくつかのアイテムがもらえるとのこと。NINTND スイッチ版、ポケモンユナイトの早期ダウンロード特典を逃した方も、スマホ版、ポケモンユナイトでゲットのチャンスだ。ちなみに、9月22日、水曜日16時より、新しいバトルパス、 09フォースが提供開始に、エオス島での熱い戦いに挑戦し、たくさんのアイテムをゲットしよう。また、バトルパスをアップグレードすると、レアなホロウェアなどを含むより貴重なアイテムが、報酬に加わるように、今回はキラキラ輝く星空を背景に、宇宙モチーフのアイテムが登場するとのことだ。